全外語になった。ホームが開始されました。降下しているのは出入り部分第1特殊部隊軍第1大隊所属の兵士です。第1空挺団はアメリカアラスカ州で実施される日米共同訓練通称アークティックオーロラに毎年参加し、実践的訓練を行い日米の連携強化を図っています。戦闘戦技の展示に移ります。最初に情報部隊による点検隊が地点潜入し、地形および実況を解明します。続いて特化部隊の重発機構による火力支援のもと、通過部隊がヘリコプターにより逐次戦闘下に移っていきます。地上への侵入後は戦闘部隊による光線訓練装置を着用した戦闘訓練を実施します。予選を勝ち抜いた2個チームによる空挺最強部隊を決定する決勝戦を皆様にご覧になっていただきます。皆様から見て左手青の台から進入してきますのが青部隊第10通過大隊第6中隊です。右手赤の台から進入してきますのが赤部隊第3通過大隊第7中隊です。本訓練の勝敗は相手陣地を7名以上で占領、もしくは相手部隊を多く損耗させた方が勝利になります。隊員たちの真剣勝負をちょっとご覧ください。第1空挺団師団長が若干の解説をさせていただきます。我々陸上自衛隊が行う地上戦闘においては重要な